こんにちは。2021年の YouTube の世界をこれからね、想像してみないなと思うんですけども、まあ、一部は有料化が始まった YouTube なんですけども、この流れはもっともっと進むんじゃないかなと思います。というのがね、 YouTube って広告収入でやっていたんですけども、今年1年は広告がガッと減ったんですよね。まあ、ですんでダイレクト課金って言って、 YouTube を利用している方がお金を払うのが最も YouTube としては財政基盤は整うんではないかなと思うんですよ。で、広告はあくまでもサブ収入として位置づけるんではないかなと、そんな気がしますよね。で、私たち YouTube を発信する側は何をすればいいかっていうと、特に変わんないんですよ。継続することだけですね。だって続かない人ばかりですから。これはだから吉田さんが言われた通りですよね。毎日動画を5、6本出していって年単位で続く人が、まあ、成功するんだと思うんですよ。もちろん最初からもうカリスマがあったり高い能力があったり有名人だったりすれば、スタートからいいっていう状態にはなるでしょうけども、でもどうなんですかね、その芸能人さんが YouTube を毎日上げれるぐらいできるかなと思うんですよね。あれ、編集の方がいたりとか IT 担当の方がいたりとか台本の方がいるから、タレントさんは言われた通りにやればいいっていうところがありますけども、全部を総合プロデュースできるタレントさんっていうのは少ないんじゃないかなっていう気がしますね。もちろんタレントさんっていうのは喋り自体も面白いんで、それだけでぶっきらぼうにやってもいいのかもしれませんけども、どうですかね。結局私たちは芸能人さんと同じような責任戦略を取れないんで、ただやるだけってことになるんでしょうね、きっとね。しかもただやるだけってのが最も突破力があるというねそんなことじゃないかなと思います。さあ、それでね、2021年、新しいテーマで発信していきたいときに、多分ね、今年の新型コロナウイルスってのは去年ほど、2020年ほどアクセスは取れないと思うんですよ。まあ、アクセスを取るためばかりにやってるわけではないんですけどね。基本的には YouTube の放送が好きっていうことだったり、自分の主張したいことが常にあるって状態の人は YouTube 向くと思うんですけども、まあ稼ぎが先行するとなかなかね、うまくいかないですから、稼ぐ前にまずはいろいろと学んでいくことが大事なのかなと思いますね。で、ちなみに来年どんなビジネス入りますかね。もうなんかこれ以上は新しい分野って出てこないんじゃないかなと思うところに出てくるんですよね、きっとね。面白いもんですよね。まあとりあえず今日は寝ます。いってらっしゃい。